ははい皆さんこんこにちはバイイトサイズ,ジャーニーズのレイラです今日は私がこれから日本で暮らしていくために日本で家を買うためにいろいろ考えていることがあるんですね。それを今日は皆さんと話せたらいいなと思います。まず皆さん日本にこれから大きい地震が来るかもしれないっていう。 話を聞いたことありますか？なんて言うんかな。日本語では南海トラフ地震、南海。ト,フトフ <laughs> ええー、アスクは行くね。これはあの、まあ、だい、まあ、静岡県とか東京から、まあ日本の九州、太平洋の。まあ、あのあたりですね。わかるかな。 静岡県とか三重とか大阪あとは四国があるよねそして九州があるあのエリアあそこら辺にあのすごく大きなプレートが地下地球の低いところにあってそれがあの、まあ、100年とか200年に一度動くらしいです。それで えー、すごく大きな地震がもう今までもずっとあったしそしてもしかしてもうすぐあるんじゃないかっていう話があります。みんな聞いたことあるかな、うん、であのも,もしねこの地震が起こったら何人が亡くなるって言ったかな30万人くらいが亡くなるかもしれないって今。 考えられていますでマグニチュード8とかマグニチュード9っていうものすごく大きな地震が海の下で起こるので津波津波も来てで人も海に流されるしあと建物も壊れるっていうふうに考えられています。すごく怖いですよね。でこの地震が実は 2030年から2040年くらいの間に、まあ、80%くらい起こるんじゃないかって考えられているんですで、はい。で結構テレビとか新聞ではこの南海トラフ地震についてよく記事アーティコルがあります皆さんも聞いたことないですかで結構怖いよねもちろんこの地震は東京とか 大阪も、ね、ダメージが来るので多分電車も止まるし会社もねビジネスとかもたくさん潰れてあとは食料ご飯がこが日本中に行かなくなりますよね。でもちろん水道とかガスとか電気も多分ダメになるからしかも日本の大きな町で、えー、結構。 ダメージがあるらしいです、まあ、特にダメージがある町はさっきねブログで調べていました静岡県とかあとは愛知県大阪府とか特に高知四国にある高知県とか愛媛県とかもものすごくダメージがあるらしいです。だから これはね私は気をつけた方がいいって本当に思っていてで多分私が本当にそう思うのは私の大学の先生が本当にねこのの地震の準備をしてるんですねそうで私の先生は広島県の山の中に住んでるんだけど、まあ、山の一番上の方で,で結構でも山が大きくてすごいね ゆるーい感じの山なんですねですごく昔からあるこのプレートの上の山だからそのプレートがしっかりしてるから揺れてもそんなに大きな地震にならない。であと先生はすごく古い100年150年くらい前の日本の古い家に住んでるんですね。で,でも、まあ、昔のの日本の家って 木でできてるしなんか地震が来たらすぐ壊れるんじゃないかって多分思う人も多いと思うんですがでもほんと100年くらい前に建てられた家でもしねしっかりと太い強い木が使われていたら実はもしかして最近そうだな例えば50年くらい前にコンクリートとかで作られた家よりも 多分しっかり強いんですねでコンクリートってこう揺れないじゃないですかこうゼリーみたいにならないから大きな地震が来たら折れるんですよねだけど日本の昔の家って木だけでできてるからその木のフレームがこうこんにゃくみたいに揺れるらしいですジェリーみたいにそうだから地震に強いうん でもちろんね古い家なので先生はいろいろねこう柱をあの支えたりね新しい柱を入れて家のストラクチャー構造を強くして住んでるんですよね。でしかも畑があるからもし食料が町のスーパーに来なくても畑の野菜を食べて生活ができるらしい。でもちろん水もある山なので。 まあ川もあるしあとは井戸井戸は地下アンダーグラウンドからこう水を取ってくるウェルかなそれもあるからだから生活できるって言って先生は山の中に住んでます私もねなんかそれがいいなって思う特に私は犬や猫をたくさん飼いたいなって思ってるのねでもやっぱり地震が来たらそういう動物って 自分と一緒に連れて逃げることってすごく難しいと思うのね特に自分の家が壊れて車もなかったら、ね、猫5匹犬2匹犬とかこう連れていけないですよねだから絶対にこの動物を捨てたくないし地震は私が生きているうちには絶対に来ると思うからだからやっぱりこれから私が住む場所 は、本当に地震とか津波が来ないような場所を選ばないといけないな。って。私はすごく思ってるうん。あの、東京に住んでる人とか。もちろんたくさんいるよね。大阪とかでそういう人はまあ、昔から住んでるかもしれないから、しょうがないけど。でも私はなんかね。 これからそういう大きな町に住むのは怖いなってすごく思いますでやっぱりあと津波は怖いですね私がよく通っている友野浦っていう場所があるんだけどでそこはねもちろん海のすぐ近くでまあやっぱりね津波は怖いなって思うまあ、瀬戸内海ってこの日本の大きな島と 四国の間にあるから多分ね津波はそんなに大きくないんだけどそれでもやっぱり家の1階がこう水浸しになるとかそういうことはなると思うんですよね。うん、水浸しひたすは to soak in water だから水浸しはこう水に浸かる水の中に入って濡れるっていう意味です。そうだから私が 最近すごくこの地震のこととか考えて私もできれば、まあ、私の先生みたいに地震も小さく、まあ、大きな地震がなくて津波が来なくてあとは近くに大きな川がなくてあとはまあ山とかねこの家のますぐ後ろに山があったりしたらもちろん山にもよるんだけどその山の土が 雨と一緒に落ちてきてフラッドみたいに落ちてきて家をこう流してしまうとかあるんですよねでそういうのもよくあるから気をつけたいなって思ってるんですでもね私が今住んでるこの岡山県って昔からそういう災害ディザスターがすごく少ないんですよね。で津波もももそんな来な来いいしし、まあ、晴れの日も多いし地震も 意外に少なないいいいっていうねすすごくいい場所なんですよ、まあ、だから私はこれからねこの,、まあ、このアパートを引っ越した時は本当ねこの辺りは災害が少ないのでこの辺りで古くてすごく強い日本の家を買ってでそれをねなんか DIY したりしながら可愛くおしゃれにしてあとは動物もたくさん飼えたらすごくいいなって思ってます。 本当ねこの地震とかって、まあ、もちろん心配してたら何もできないよね。本当に心配だったら都会に旅行にも行けないし心配しすぎるのもよくないけどでもやっぱり自分の家族とか命が大切だったら私は何かこう考えてちゃんとこれからも自分たちが、まあ、特に家だね住む場所とかは。 仕事とかはいろいろ考える方がいいんじゃないかなって思ってます皆さんどう思いますかもちろんね心配しすぎたら本当にダメそれはねネガティブになって何もできなくなるんだけど私はこういう家とか暮らしについて考えるのが昔からすごく好きで今までもこのポッドキャストで 家を飼いたいとか動物飼いたいとか多分いろいろ話してると思,い思うんですが、まあ、これからもねこういう話をいっぱいしてで私のが家を買った時はね、まあ、家のビデオとかね YouTube とか何かいろいろやってみたいなってすごく思ってますはい、まあ、今日はねちょっと長くなりましたけどこんな感じで終わりたいと思います皆さんの国は自信はありますか だからやっぱり最近そういうね地震のニュースって世界中ですごく聞くしやっぱり怖いよねうんだから皆さんは皆さんの生活と家族を守れるようにね元気で長生きしてくれたら嬉しいなって思いますじゃあ今日はここまでですいつもありがとうございます皆さん良い一日をねお仕事や勉強頑張ってくださいバイバーイ